はい、それでは、はるちゃんの島ごはん、5月配信スタートしていきたいと思います。観光課の谷水です。観光課のはるちゃんです。今日は、特別なゲストをお呼びしてます、はい、なんと初めての外国のからのゲストということで、お、ちょっとヒントが出てきましたね。では早速お呼びしましょうか。Please welcome Miss Mandy。 はい、それでは、今日はマンディを迎えて、島ごはんスタートしたいと思うんですけども、マンディからちょっと自己紹介をお願いします。はい、Hi everyone、my name is Mandy and I'm from California in America。 はじめまして、アメリカのカリフォルニアから来ました国際交流員のマンディです。よろしくお願いします。はい、今日はマンディの出身の、アメリカカリフォルニアの、料理と、島の、島ブランドを掛け合わせメニューということで、はい、はるちゃんから紹介をお願いします。今日はパールポークを使ったブリトーを作りたいと思います。ブリトーはカリフォルニアではよく食べられる。そうですね、よく食べてました。はい、それではちょっと楽しみに楽しく作っていきたいと思いますので、はい、それでは、はるちゃんの島ごはん、レッツスタート。まずサルサソースから作っていきたいと思います。はい、今日はぜひマンディに作ってもらいたいと思います。で、どうぞ。見せどころや。見せどころです。ではまず、弱火でフライパン熱して、オリーブオイルを入れてください。そしたらニンニクを入れていきます。ニンニクは焦げやすいので弱火で、はい、じっくりこう火入れていくと、香りができますので、そしたらみじん切りにした玉ねぎを入れていきます。もうすでにナイスコンビネーション。玉ねぎ入れたら、少し火を強めて炒めていきます。マンディはさ、国際交流員で、週5で市役所来てもごとね、具体的にどんな業務を しとる。そうですね、通訳、翻訳とか、あとは、英会話教室も英語の教室やったり、行きたいな、行きたい。何ですか。あと、たまに学校に行って、授業になる。はい、そうなんだ。日本語はいつからこう学習しとった。日本語は、高校から。高校から、大学も、専攻したんで日本語。大学はアメリカの大学で、初めて日本に来たのがこの島市。そうです、初めて。そうなんだ。前は旅行は来ましたけど、めっちゃ美味しいですね。玉ねぎがしんなりしてきました。はい、そしたら次はトマトを入れていきます。トマトはちょっとこぶしながら炒めていってもいいです。なじませる感じ。はい、でここで調味料を入れていきます。まず塩ですね、3本の指で2回つまんで入れてください。でタバスコとチリパウダーを入れます。ピリ辛に。はい、はい、じゃあ全体に馴染んできたので、ちょっとここから煮詰めていきたいと思います。はい、じゃあその間に他の具材を、作っていきたいと思います。はい、はいはい、じゃあ今日は、パールポークのアラビキウインナーという島ブランドの商品を使っていきたいと思います。島ブランドをミックスしていく。はい、パールポークっていうのが、豚に島産の真珠、アコヤガイの粉末を与えているという、ミネラルとか、カルシウムとかもたくさん含んでくれて、ジューシーだけどヘルシーなウインナーになってます。いっぱい食べてもヘルシーだと。はい、はい、これを今日は使っていきます。はいはい、では早速炒めていきたいと思います。ちょっと焼き目がつくぐらいまで
い色がついてきました。はい、OK です。はい、では次はポテトを焼いていきたいと思います。はい、じゃあフライパンにオリーブオイルを入れてもらって、はい、で今日はフライパンで火を入れていくんですけど、お家だとオーブントースターとかで焼いてもらっても、そうなん、大丈夫です。はい、なんかポテトを使うってやっぱりこうアメリカンって感じちゃう、ね、しますよね。カリフォルニアのブリートにはこう、あ、欠かせない、欠かせないので、あ、そうなんだ、はい、絶対入ってない、そうです、ボリュームすごく、はい、じゃあちょっと時間かかるのでその間にアボカドのソースを作っていきたいと思います。はい、まずは、切ったアボカドをフォークで潰していきます。今回のアボカドのソースというのは、うん、あのワカモレをこう、あ、ワカモレ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 。では中に巻く具材を全部準備できたので、はい、これから巻いていきたいと思います。はい、はい、では僕はバディに教えてもらいます。よろしくお願いします。はい、まずワカモレ、ワカモレちょっと真ん中でちょっと巻きやすいぐらいでってことやね。そうです。はい、ポテトでいいの、フライフライフライポテト、はい、はい、さあ、はい、では早速巻いていく、はい、横を折って、はい、手前からこう巻きます。包むようにして最後まで巻き切る。はい、では巻き上がりました。はい、ではここから皮を少しね、はい、焼き色つくまで焼いて完成となります。チーズも溶けますしね。はい、はい、お、いい感じですね。はい、こんな感じで、ブリートを食べていきたいと思います。では、いただきましょうか。デリシャス。めっちゃうまいな、これ。美味しいです。なんか、甘いのと辛いのがすごいこう一緒に、全然邪魔せえへんわ。うまっ。どう、すごくする、うん、すごくいいです。トゥカモーレ、トゥカモーレがする。あ、美味しい、美味しいです。なんかポークがすごく似合いますね。ソーセージもな、すごい、さすが島ブランド、うん、似合うまやな、マジか、うん、似合うま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 、うまっ、うん、